9月15日11時30分です。観覧室のジャングル室におります。このトンネルの手前にアンスリウムを展示しているコーナーがあります。アンスリウムですけども、熱帯アメリカ原産の里芋科の植物です。この赤い部分ですけども、仏炎苞と呼ばれる苞葉で、実際の花はこの黄色い部分です。花序、これ仏炎苞ですね。これハートの形がすごく可愛い感じですね。園芸種もたくさんありまして、これはアンスリウムのアークス、紫色の花序に仏炎苞も紫、そしてこれ大きな葉ですけども、アンスリウムの、ダグエンセコロンビア、大きな今花ついております。これはアンスリウムのセンプレ、やや小さめの仏炎苞ですね。こちらはアンスリウムのアムニコラベネズエラ、紫色かかった花序に白い仏炎苞がついています。こちらアンスリウムのクリスタリヌム、ややっていうかかなり長い花序がついて、葉っぱも大きいですね。こちらアンスリウムの、レガレ、こちらも大きな花序がついています。アンスリウムですね、ほぼこちらも木質化しております。観葉植物ですね。長葉大内はですね、ジャングル室のアンスリウムを展示しています。